じゃあ皆様、2回目のステージになりました。こんばんは。こんにちは。こんにちは。じゃあ、じゃあ今何時よ。もう13時過ぎてるんですよね。今日はね、1日3回伊豆をテーマにしたご当地ロック演奏している、ミモリズという、ね、とても怪しげなバンドなんですが、今回もこの伊東マリンダウンというところで初めてではないんですが、私はもう5、6年前になりますが、そっちの太陽の広場で、ね、一人でポツンで弾き語りやって誰にも注目されず終わったような気がしました。あれからですね、まあ注目されてるかどうかは別にして人数は増えましたということでね、今日は沼と三島、伊豆をテーマにした、オリジナル曲を5曲、4曲ほど演奏してみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまずは最初、ね、定番の沼津といったら海ですね。こっちの海と沼津は違うんですよね、はい、ちなみに小倉さんは沼津出身ということで、そうです。同じね、海でも沼津行くとちょっともうちょっとこうお魚臭いというか、ね、そうです、深海魚とね、あっち食べたかったら沼津行きましょうみたいな。こっちと違ってもね、観光地って感じでね、まあ、そんな沼津の下町の、歌ったちょっと泥臭いロックですが、聴いてください。沼津ガニュードブルースです。ワン、ツー、ワン、ツー、シン、
どうもありがとうございます。なんか1回目よりだいぶまとまってきたような。なんか雨の心配がようやくなくなりましたね。ね、11時やった時雨降られたってどうなるかと思いましたが、降ってましたね。あの雨雲レーダーとにらめっこしてたんですが、なんとか雨雲は逃げたようです。でも今日わかんないんですよね、どうなるか。わかんないですね。はい。